はい、ムーちゃん、始めますって言うて、ムーちゃん、ここに出ます、今。ムーちゃん。ムーちゃん、おいで。訓練しよう。ムーちゃん。よっしゃ、おいで。ムーちゃん。おいで。おいで。あら、あそこ行けんね。ムーちゃん。ムーちゃん。はい、はい、行きなさい。はい、戻りました。さあ、あれ、あんちゃんくしゃくしゃ打てんの。さあ、今日はこれ、まあレオちゃんの時と一緒で、ほんまにみんないろんなこと言うてはるけどね、今日虐待やとかね、言うてあるけど、レオちゃんの動画見てますかって言いたいね、ほんまに。はい。まあ、あの時もね、いろんなこと言われたんですよ。死にますとかね、ストレスでとか。結局、あんだけ言うてた人で、ね、あんだけ言うてて、あれ見て、どう、今思うとんかな、思うけどね。まあ、この子もいろいろまた言うとられてるけど、ね。はい、おいで。レオちゃんもこんなやったからね。なん、もーちゃん。はい、おいで。これは何のために鳴らすか言うと、ポンさんが病院連れて行くためにもあるからね。この子を、ね、シャワー入れるに従ってそうやし、目薬するに従ってそうやし、ね、いろんなことでね、鳴らさなかった。ちょっと電話やから一旦切ります。はい、ムーちゃん再開。おいで。おいで。おいで。よしよしよし。そんな髪が弱いな。髪型が弱くなってきたな。だいぶと。なあ、もーちゃん。よしよし。暑いね。よしよし、うん。今の痛かったわ。本気で噛みよった。今の痛かったよ。また前の怪我の方があんだから痛いわ、もーちゃん。なんでそんな噛むんや、お前。多分、ね、怖がってんやったら噛みはせんからね。痛かったわ、今の。前のとこ。噛んだとこ噛んだから痛いわ。これ治ってないのに、もーちゃん。ああ、はい、うん。噛むと噛むや。家の電話ばっかりで、はい、紙。噛んだえよ、もう、はい。よしよし、噛んだえ、もっとどんどん噛んだえ。もうブラシはやめとこう。もう、皮手で、な、人間の手で、な、慣れさすようにしていくわ。なん、もーちゃん。気持ちいいやろ？あ。よしよし。
ここは安心なんやんか、むーちゃんは。いつも帰るけど。な。一応ここは安心な場所。な。ね、このぐらいしとこうか。むーちゃん。ね。頑張ろうや。な。ね、はい、以上です。はい、川手から、の上からでもこんな跳ねてきました。ね。だからほんまにならさんかったらね、ほんまにこんな感じで、どこにも病院連れていけないと思うんで、ね、頑張ってね、どこでも見てもらえるね、むーちゃんに仕上げたいと思います。はい。